持て余してたの。お話ししていかない？音量を小さくすると私の声が聞こえなくなっちゃうんだから気をつけなさいよ。私さ、あんたのおかげで結構毎日楽しいんだ。だからありがとね。感謝してることだけは言っておこうと思ったの。私と話したいって気持ちはよくわかるけど、朝の準備は大丈夫なの？あんた、好きな人とかいるの？特に深い意味はないわよ。いろんな人の恋愛観を少しは知っておいた方がいいかなって思っただけ。あんた個人への興味じゃないんだからね。